でも教師テラキアの3っていうのをやってみますか。ここにいないかな、とりあえず。確か、違う、こいつか。会うかどうしたのと。あなたのようにはなれません、バスト先生と。なるほど。で、次に行くとこは、どうやらクリアブルックらしいですが、どこやったっけ？あった、ここですね。来たんやけど、バステトさん。こいつか。違う？違うね。こいつかな。どう？あ、これか。ミシュランホテルの子供たちに勉強してた。テラキアって歌唱がいて、やんちゃだった。こいつを連れればいいんだね。まあまあ、かいよね。何を静かとしよう。さおり。よし。じゃあ、戻りますか。ビスパメルでよかったっけ。ビスパメルでいいよね。はい。戻ってきまして。はい、連れてきたよ、先生よ。どうしたの、下向いたりなんかして。まさかバステト先生。ふう、お久しぶりね、テラキアちゃん。あのやんちゃ坊主が随分と立派になって。バステト先生、貧しい僕に無償で教えてくださいました。僕は先生の場合で教師になったんです。貧しい子も平等に学べる世の中に。あら、本当に立派になったのね。ですが子供たちはなぜか僕の話を聞いてくれません。どれだけ熱心に教えとしても無関心なんです。いつだって子供たちに正しい知識を教えている。僕はもうどうしていいのか。新米教師みたいなこと言ってる。もしかして子供たちに知識をつけようとしないのかしら。え、教えられたら反発するのが世の道理よ。授業っていうのは子供たちと私たちも一緒に学ぶ時間だ。一緒に学ぶ。昔、小さなテラキアちゃんに私も教えられたわ。誰より目を輝かせ学ぶ君に素敵な素直なことの大切さをね。バステト先生、君も子供たちに学ばせてもらう気持ちで生きなさい。はい、ありがとうございます先生。素直なのは変わらないわ。きっと君ができるわ。僕の旅はひとまずここまで。この村で子供たちと向き合ってみます。も子供たちからたくさん学ばせてもらわなきゃ。今までありがとうございました。旅人さんもどうかお元気で。OK、 教師の帽子を手に入れましたね。じゃあ久々にちょっと教師さんのとこに行きますか。あれや、こっちか。いや、日程制度か。記憶、この記憶だと。わしは70年かすぐに書いて、これはもう証拠ができる。だが、さすがに書くことがなくなってきたんじゃ。わしの頃、こいつら日記を書きたくないものがないの。あ、取ったんや、これ。こんな3つも。お出しましょう。おう。なんじゃ、それは。もっと近くで見せてくれんかな。うおー、めっちゃ驚いとんの。 こんなものがこの世にあったと。信じられない。わしは今猛烈に感激しておる。あ、早速日記に記さなくては。おお、滑るように筆が進むかい。こんなに感動したのはもう何年ぶりじゃろう。ああ、幸せだの。
いい日焼けたな。ありがとうよ。もちろん君のことも収拾で。君も気をつけると良いぞ。人生ではなく険しい道じゃ、君の心も移り変わった。いつか辛くなった時に日記をそっと開いてごらん。きっと今の君が助けになる。ではまたいつか。気休めの理論を手に入れた。なるほどね。落ちですね。このシリーズか。いや、ここ結構やってないな。コーデリエとのその後ね、これをやりたい。これですか。実は、まず梅ちゃんがこの町に一緒に来た時のことで、その後にいろんな話をしたんですが、彼女は喜んで聞いてくれた。この町を離れることになっても手紙を送ってほしいと頼まれた。それ以来ずっと分続いてきました。でも急に返事がなくなってしまい、彼女に何かあったんでしょうか。はい。西グランポート街道に行くらしいですね。ん？大人にも届いてってもらおうか。ここを通り抜けた全てこのあれがいただくことになっている。手紙そういえばそんなものがあったような気がするな。まあ文句があるなら力ずくで来やがるというか。獲物を探して北南へ。ありがとうな。で、進めるものは会社も持ったらな。さあ、しばくか。力ずくでって言ってるからな。やるんか、この野郎。やってやろうじゃないか。良い戦いにしよう。ここからが本番だ。はいはい、よっ！弱いな。三点は弱いな。行くよ。そう、はい、はい、行く。残念だが、覚悟はいいか。それでオーディションウィンフィールドよ。また一つ強くなる。感謝する。取り返したからな。よし。さて、はい、どうぞ。実は。あれ、違う？あ、待ってる。どうも、あの手紙を渡します。ありがとうございます。どうも、手紙三等星届かなかったんですね。でもよかった。どうも、何かあったわけじゃなくて。てるよ。ノア。ごきげんよう。ここではどうしよう、ここへ。そんな。送った手紙が山賊に予想まで届かなかったなんて。でも本当によかった。これで、お姫様と盗賊の物語の続きを読むことができますね。え？あ、ノア、このことは恥ずかしいから、後で。恥ずかしがることはないと思うわ。本当に素敵なお話でしたし、ここで素敵な物語を作って手紙に書いてくれるんですよ。ノア、そういうのはこそ旅行記の書き出し、素敵でしたよ。あ、それはいつか旅に出たらという想像で書いたものです。まだ人に見せるようなものではないから恥ずかしいわ。いいえ、そんなことはありません。二人ともあれやな、パクられてんな、この主人公たちの話を。いつか世界を巡る
ときめく旅を私あの書き出し感動しました。ありがとう。これからも手紙続けましょうね。もちろんです。お手入れ買うものでしょう。じゃあ次はメアリー王女その後。はあ、これはリプルタイル。どっかあったっけ、そうそう。メアリー城。ここや。これと、あ、これか。なんかしら、パウル先生が乗ってるの。あ、このね、船が壊れたですね。それかい。そう、波隠れの洞窟行かなかったらしくて、はい、ということで波隠れの洞窟ここですね。ここにパウル先生が埋まってんのかな。こっちでいいか。どうやって行くの。こっち側から行くのかな。分からんな。セーブポイントある。全然宝物取ってないんだ。あ、宝物。あ、あそこに。あれがパウル先生か。この奥に。いやー、どこや。おった。私が乗ってた船がナンパしてしまって、しかし困った。完全に迷子になってしまった。ここに情報がないと。王子に勉強してたしね。ありがとな。買い取る。大したもん持ってねえな。そうやって言ってあげよう。できれば怒りたくないんだけど。そう。いや、私とご一緒してください。できれば怒りたくないんだけど。そう。いい風にしてくれよ。これは興味深い。歴史を感じるよ。詳しく話を聞かせてくれるから。やっとかい。なかなか難易度が高い人やね。上のところもどうやって通んねや。これは。これは紫っぽいな。上のカラボタンどうやっていくの。おお、こっから行くんや。でも開けらんないと。じゃ あ戻るかな。どこやったっけ。ここでいいか。リブルタイトに戻りましょう。迷子の人連れてきたよと。はい、どうぞ。パウル先生。ね、そうでしょ。いやよ。あなたはもしかしてメアリー殿下ですか。はい、そうです。メアリーです。よくぞくお無事で、よかった。おお。これは驚いた。いや、見違いましたよ。まさかこんな気品の悪い女性に成長なさっているとは。木の枝を剣に。庭を駆け回っていた御殿場姫とは思いません。子供の頃の話じゃありません。いや、10年という月日の長さを今私はとても実感しますよ。パウル先生、覚えていますか。パウル先生、私が先生の本をなくしてしまって。はい、ええ、もちろん覚えています。私はいたずらのつもりでした。パウル先生が大事にした本を後ろの陰凸に隠してしまって。
その日が煙突の裾洗いの日だったのは運が悪かったですよね。春だったから使われないと思ったのに本は素で読めなくなって、でも謝る私にパウル先生はこう言ってくれました。あなたが反省しているのなら私はこれ以上叱るのはやめましょう。ですが2つくらい少なくしてください。1つは二度とこんな真似をしないこと、もう1つはこの白紙の本をあなたが向いてください。あなたは今日から学ぶべき全てを書き記し、ページを埋めたときこの本を私にください。今日からあなたが何を学んでいくか、それが読める日を楽しみにしています。一時一句昨日のことに思い出しますが、もう10年前なのですね。いやー難しい。はい、2つの約束もありました。これはパウル先生、なんとこの本を本当に埋めてくれたんですか。この10年で多くを学びましたね。その鮮明な美しさも納得できるか。この使い込まれた本からもあなたの勤勉さが感じられます。パウル先生、今の私があるのはパウル先生と多くの先生方のおかげです。ありがとうございます。パウル先生を助けていただきありがとうございました。私も約束を守ることができて本当に良かったです。 OK、 絶対レイドの杖、なんか強そう。なるほど、そうだな。何かありそうやけどな。何もないんだ。